戦が始まった？ええ、つい戦国のことよ。嘘、そんなの嘘なの。ゲルラさんは戦をやめるって。人間よ、海戦の火蓋を切ったのは。嘘なの。町にはお姉様たちがいたから。リリー、今スバルの一軍が迫っているの。族長が率いているそうよ。でも、じゃあリリー、もう一回行ってくるね。多分きっと何か間違えちゃったの。その必要はないわ。スネグラーチカ様は氷床絶海を発動することにしたの。氷床、そんなのリリー、わかんないよ。氷床絶海というのは、氷床球を包み込む強力な結界のこと。クリスタリアを守る最後の手段なの。絶対零度の霊気で外界を完全に遮断して、私たちは冬眠するのよ。遮断、冬眠。そう、数年後か数十年後、あるいは数百年後の未来まで。未来まで眠る。あ、じゃあルリアお姉様たちとは、氷床絶海したらもう会えないよ。そうね、残念だけど。力を集中しているのよ。もうじき結界も完成するわ。リリー、おいで。エリンちゃん。エリン、どうするつもりなの。スネグラーチカ様の命なのよ。ごめんなさい、見逃して。アリエ、リリーは言って、この広い世界を見てきて。あなたは精一杯頑張ったわ。この先は自由に生きていいはずよ。もう使命なんていいの。もう種族の因縁の犠牲にさせないね。私の分までこの世界を生きて。
陣を組み霊気を払え。炎の息吹を絶やさねば恐るるに足りん。ゲリラ様、妙な祠を発見しました。その先に氷昇宮があるかと思われます。そうか、では奉仕の陣に切り替えろ。前陣には我が立つ。ほっ。まさか数百年の因縁が我の時代で決着するとはな。ゲルラ様、今ローエン府から軍医殿の報告が。後にしろ、正念場だ。それが前族長の死因につきまして。何？わかりませんが、こいつは一体どういうことですか。前族長を葬った銃弾が白雨戦争時代の門ってのは。暗殺者の正体はかつて父上がおっしゃっていた敵、その火種たる先導者だったか。なるほど、ゲルラ様の懸念通りでしたか。陣は整えましたが、いかがなさいますか。進軍だ。踊らされるのは気に食わない。すでに火蓋は切って落とされた。どの道こうなる運命だったのだ。これ以上霊気が強まる前に落とすぞ。血塗られた歴史ならば誇りに生きるのみだ。ゲルラさん。クリスタリアの姫。こんにちは。お話があってきました。圧巻の霊気だな。春がいなければまさに氷の姫だ。あのお話もう一度聞いてもらいたいです。それは氷昇宮の意思か。他のクリスタリアは何をしている。それは戦は始まった。この地に残った最後の一人がスバルであれば我々の勝利だ。武器を構えろ。それとも幼子は切らぬとで。やだです。リリーは戦う気なんてない。無駄だ。貴様の希望はついえたのだ。今誰もが血を流している。種族の存続のため、宿敵を絶やすために。貴様のやっていることは過去の英霊たちさえも恥ずかしめる行為だぞ。やむを得ん。最後の通告だ。
種族の誇りはあるだろう。誇り…ルリアお姉様、勇気をちょうだい。戦は幼子に過ぎんか。いいだろう。ならば塵とかせ、クリスタリアの姫よ。リンリンリン、リリーです。リリーの名前はリリーなの。ゲルラさんはゲルラさんなの。貴様、何を。死んだらゲルラさんが絶滅しちゃう。キンタさんが死んだらキンタさんが、ガイルさんが死んだらガイルさんが、みんな一人だから。あのガキ、俺たちの名前を。一人、種族である前に子である。リリー、解きません。みんな、ゲルラさんたちも生きるために。小賢しい。思想で憎悪は消えん。このままでは全員人間に殺されるぞ。ううん、町にはお姉様たちが向かいました。その結果がこの戦だ。止められなかったのだ、連中は。リリーちゃん、ルリアお姉様。あの戦場をくぐり抜けてきたのか。すまねえ、後手に回っちまったぜ。でも預かってきたもんがあるんだ。成し遂げたのか。中央平原の戦は将軍のおさんたちが止めてるところだぜ。お願いです、スバルさんたちにも戦をやめさせたい。だが我々の受けた数百年の屈辱は。エリンから聞いたわ、リリーが言ってたこと。それで私たちみんなで決めたの。ゲルラさん、氷床絶海は中止したわ。そのうちここの霊気も収まるはずよ。なんだと。その隙に攻め込まれると思わねえのか。
リリーが信じるあなたたちを信じる。クリスタリアは依然共存を望みます。これは氷昇宮の意志、スネグラーチカ様も同意のことよ。武力放棄？人間とクリスタリアがここまで情報を見せるとは。シュウシフは撃たれたのか？撤退だ！全軍に伝令！ローエンフに帰還させろ！だが貴様ら取り違える。種族間の壁はここからが本当に。あわ、今の鉄砲。うわっ、何が起こったんだよ。くそ、とんでもねえ血の量だぜ。急いで手当てしないと。アリエ、氷昇宮に行って薬箱。誰だ、誰がやったんだ。やっぱり策略だったんじゃねえかよ。待て、この銃弾は全族長の時と。よかった、息を吹き返したぜ。まずい、全員この場を離れろ。守るぞ。ありがとう。みんなガイルさんの指示に従って。こっちだこっち。って火が強すぎる。俺たちでもやべえぞ。水だ、もっと水を汲んでこい。このままだと氷昇宮まで燃えちまうぞ。お客さん、ちょっと伝え損ねたことがあってね。俺のパイの名前、パンプキンパイだぜ。うん、ロディさん、サンタさんも。おっす。この前は本当にごめん、熱っ！バカお前、謝んのは後だ。もう一回川に戻って汲んでくるぞ。あっ。
町の連中を呼んできたよ。消火活動は私たちに任せて。皆さん、敵はどこだ。殺せ。リリー、まずいわ。ゲルラさんの暴走が止まらない。絶妙な急所を狙われたようだ。このままだと命が尽きるまで。頼む、俺たちの族長を沈めてくれ。ああ、任せろ。ここまで来て希望を諦めてたまるかよ。ゲルラさん、待ってて。リリーがみんなの思いを届けるの。恐れることはない。私がついている。邪悪なる者よ、去れ。消え去るがいい。領土の問題は大丈夫だ。その条件は全てのも。あと、みんなが言ってたのは、メモ読みます。物資の分配について。見せてみろ。なるほど、合理的だな。どうだろう、今後も定期的な会談を開かないか。その方が計画も立てやすいだろう。あ、そのメモもあります。アリエちゃんが書いたの。定期的な会談か。エリン、スネグラーチカ様が冬眠されたわ。そう、やはり寿命が迫っておられるのね。でも喜んでた。リリーの意志力が希望を紡いだこと、私たちが自分のことを自分で決めたこと、今後の氷昇級のことはクリスタリア自身で判断しなさいって。大変な重責ね。でもリリーにはもう背負わせないわ。ハルとリリーが紡いだ希望はこの島のみんなで守っていかないと。あたたた、なんなんだよこの湿布は。我慢しろ、人間が調合したものだ。かなりしみるが効果は抜群だぞ。じゃあ自分の傷にも貼れよ。なんで放置してんだ。心配するな。お前たちの反応を見てから人間に改良するよう頼む手はずだ。てめえぶっ殺すぞ。やってみるか。
いいのか、ルリア。もう出発しちまうぜ。いいんです。今は大事な時期なんです。いろいろと忙しいでしょうし。でもよ、リリーだってきっと。ううん。きっとまた会えますから。だから、さよならは言いません。言いませんよ。ルリア。わあ、お姉様、どうして泣いてるの？そっとしておいてやれよ。リリーが氷昇級に残るから。って何やってんだよ、リリー。リリーちゃん、どうしてここに？パオ？リリーはキクードンの一員だよ。あ、ミックスパイあるの。ガンバさんたちがね、お土産だって。間に合ったか。お主らには世話になったな。少々話をさせてもらってもいいか？うん、そりゃいいけどよ。一体どういうことなんだ？共存会談でのことだ。定期的な開催を目標に話がまとまったのだが、その席にハルがいなければ様々な不便が生じるだろう。将来的な不安も否めん。そこでリリーにはハルの性質の謎を解明、習得してもらうことになったんだ。ハルを解明、習得？無論可能かどうかも不明だがな。いずれにせよハルの存在は不可欠。何らかの示唆が得られれば御の字だ。うつつか者ですが、よろしくお願いします。かしましい娘たちだ。ああ、それと最後に伝えねばならんことがある。我と父上を討ったあの教団のことだ。ああ、ちょっと聞いたぜ。なんか奇妙な銃弾なんだろう？組織と敵、この空には裏で暗躍する謎の強大な勢力が存在する。組織とは星小獣を借り、その力を我が物とすることで全空の勢力図を塗り替えんとする者たち。そして敵とは星の民を崇拝している狂信者集団で、全空に争いの火種をまいているそうだ。なんだって？その目的も規模もわからん。組織と敵は対立しているようだが、父上は敵の手の者にかかり、この島の火種に利用されたのだろう。とんでもねえ連中だぜ。これから大丈夫なのか、ゲルラ？心配するな。スバルは二度も踊らされん。お主らも組織と敵には気をつけろ。あ、もう島を離れるそうですよ。そうですよ。ではブーンを祈る。お主らの旅路に武と礼を。さよなら、ゲルラさん。
をしませんか？共存会談で決めたんですよね。あの挨拶は承諾しておらん。リリーが勝手に定義したことで。リンリンリン、リリーです。ルンルンルン、ルリアです。ランランラン、ゲルラです。リリーと春の気空団が島を離れてから幾ばくかの月日が流れた。戦の傷跡もいえ、それぞれの種族はそれぞれの日常に戻りつつある。今のところ私たちの生活に大きな変化はない。共存会談の実現は大きな一歩だけれど、まだまだ初めの一歩だから。本当に大事なのはきっとこれから。他種族との共存のために何ができるのか、何をすべきなのか、私たち一人一人が考えないといけないんだ。アリンリンリン、アリエです。エリンリンリン、エリンです。恥ずかしがらないの、エリン。ほら、もう一回。これ以上は無理よ。堪忍して、アリエ。ダメ、みんなで話し合って決めたでしょ。少しずつでいいから積極的に他種族と交流していこうって。それはそうだけど、この挨拶は。リリーに秘訣を教えてもらおうって言ったのはエリンじゃない。あの授業とってもためになったわ。本当に気空団と一緒に旅してきたんだなって感心しちゃった。私たちもたくさん勉強しないとね。そうね。でもあの授業はなんていうか。リンリンリン、リリー先生です。それでは他の種族さんとのコミュニケーションの授業を始めます。一番大事なのは挨拶です。元気に明るいのが花丸です。二番目は、ご飯はみんなで食べましょう。美味しいですし楽しいですよ。三番目は、1日1回まで。でもどうしてもの時は団長様にお願いするの。そしたらね、いつも仕方ないなって言ってくれるんだ。それからそれから、
からグランサイファー限定の話になってなかった？掃除は当番制の話とか？あと、おまんじゅうの皮がかりとあんこがかりの話とか。確かにそうかも。でもいいじゃない、楽しそうで。さあ、私たちは友好の挨拶を練習しましょう。まだ続ける気なの？銀ギラ銀、銀太だぜ。あ、銀太さん。よう、邪魔するぜ。しかし相変わらず冷えんな、ここは。今、お茶を出すわね。アリエ、お願いできる？ええ。でも、銀太さんにはぬるいかもしれないけどね。構わねえよ。へそで茶を沸かせるからね。厚かましいぞ、銀太。それになんだ、今の挨拶は。かてえこと言うなよ、ガイル。まあ、俺流ってやつ？まったく。こんにちは、二人とも。突然すまないな。大丈夫よ。でも、ガイルさんまで一緒なんて、一体どうしたの？ああ、実は客を連れてきていてな。いや、どうも。あなたはトロワ氏の、ああ、僕はトロワ氏で偵察隊に勤めている。名前はランランラン、ライナ。お待たせ。あら、こんにちは、ガイルさん。お元気でしたか？問題ない。お前たちも困ったことはないか？はい、おかげさまで森の木々も回復してきましたし。それはよかった。ゲルラ様も心を痛めておられたからな。もう気にしなくていいのに。あの時は私たちだって。ガイル殿。ああ、そうだったな。アリエ、この青年のことは？あ、はい、何度か遠目に。なんかこいつ、アリエに話があんだってよ。だが普通の人間ではクリスタリアに近づくことはできない。そこでスバルの炎を頼り、対話の機会をと協力を求めてきたのだ。へえ、すごいわね。もうそこまで交流してるなんて。めんどくせえ。俺たちだって霊気は人間よりはマシって程度なのにや。ふん、よく言う。お前がゲルラ様に話を通したんだろ？だとうせえ。あんなすんなり許可が出るとは思わなかったんだよ。ゲルラさんが許可を？ああ、即答でね。さすが族長、器が違うぜ。協力要請だと。なるほどな。いいだろう。スバルの姿勢を示す良い機会だ。炎の息吹で霊気を防ぎ、無事に送り届けてやれ。だが良いか、心して臨め。
共存を前進させるも後退させるも、たわいない一言で消してしまうこともあるのだからな。まあそんなわけで俺たちが付き添ってやることになったんだよ。だが俺たちの炎にも限界がある。悪いが手短に済ませてもらえるか。ああ、分かってる。あの、ん？ダメだ。ちょっと待って、今心の準備をするから。おいおい、時間がねえって言ったばっかだろ。老縁婦で俺とやり合った時はスパッと啖呵切ってたじゃねえか。そうだけど、緊張で頭が真っ白に。わかんねえな、そんなややこしい話だったか。さっき説明しただろ、ちゃんと聞いてなかったの。聞いてたよ。要するにアリエに恋ってのをしてんだろ。そうだよ、だからムードのある言葉を選んで。あ？アリエに恋してる？な、ギンタ、お前なんてことを。なんだよ、てめえまでマジな面してよ。やはりちゃんと聞いていなかったようだな。恋とは自ら伝えないと意味がないと熱心に語っていただろう。ああ、なんか言ってたな。わりわり口が滑っちまったぜ。終わった。何もかも。大げさなやつだな。なあ、悪かったって。待て、青年の様子がおかしい。この冷気の中で顔が真っ赤だぞ。あ、どれどれ。うおく、熱い。なんだこりゃ。わからん。だがこのままだとまずいな。あの、薬箱を取ってきましょうか。ああ、頼む。だが恋というものを伝え聞いてお前たちは大丈夫なのか。ええ、私たちも何が何だか分かってないから。え？恋って言葉自体は聞いたことがある気がするけど、クリスタリアで言うとどういう現象に当たるのかしら。なんだ、そうだったのか。スバルにもない概念だが、恋とはつまりつがいになりたいことだと認識している。つがい？どういうこと？エリンは分かったの？書物で読んだんだけど、多分この人はアリエと。よせ、ダメだ、やめろ。もう何も言うな。おい、マジで大丈夫かよ。ごめん、つい興奮してしまって。気にするな。それより俺は何かまずいことを。いいんだ、僕が悪いんだ。人生で一度も恋人ができたことがないくせに、アリエさんなんていう美少女に惚れてしまった僕がいけないんだ。泣いてやがる。
もう夢を見るのはよそう。誰も知らない土地で誰も知らない野菜を育てて暮らすんだ。誰も知らない野菜？涙が凍ってつららになってる。たまの休日には近所の子供たちに勉強を教えよう。その子たちがいつかこの島の共存の力となってくれれば、僕は。いっと、ちい、ガエル、炎の背骨も限界だぜ。うん、不本意だが潮時のようだな。おい、立てるか？肩貸してやるからよ。しっかり捕まってろ。ごめん、こんなことまで面倒をかけて。お互い様だぜ。泣き言の続きは後で聞かせろよ。エリン、アリエ、すまない。また日を改めさせてもらおう。私たちのことは気にしないで。それじゃあ気をつけて。ああ、それでは失礼する。あのアリエさん、なんだかよくわからなかったけど、また来てね。今度はちゃんとあなたの恋の話を聞きたいわね。ああ、もちろんだよ。じゃあ約束よ。あ、そうだ、せめて最後に。ランランラン、ライラス。ガイルさん、大丈夫？心配ない。気温差のせいか軽くめまいがしただけだ。ごめんなさい、帰ろうとしているところを引き止めちゃって。あなたもまたね。おい、いつまでフラフラしてんだよ。もう中央平原だぞ。結局名前さえ伝えられなかったな。情けない。種族がどうとか霊気がどうとか以前の問題だよ。何ブツブツ言ってんだ。くそ、重てえし肩も痛え。ああごめん。でもまさか君と肩を組む間柄になるとはね。うるせえ。元気が戻ったんならてめえで歩けよ、ライナス。ライナスってどうして僕の名前を？これまで他種族に名乗る機会はなかったはずなのに。今日何度も叫んでたろ。その度になんだかんだかき消されてたけどよ。スバルの五感を舐めるんじゃねえ。種族間の壁はそう簡単に崩せるものじゃない。本当の意味で分かり合うこともあるいはできないのかもしれない。でもそれでも寄り添い合うことはできると信じたい。リリー。